安陽寺は京都市東山区にある自習の寺院。三号は寺院山。京都盆地の東山山六、円山公園の北東隅に位置する。法年商人ゆかりの吉水草案とも呼ばれる。円山公園の一角は明治政府によって監修された安陽寺の元境内で、公園の名称、円山も安陽寺の三号、寺炎山に由来する。 延暦年間に、最長が、この、幕津ヶ原の北東の地に、官武天皇の勅命によって、解散となり、建てられたと伝える古寺。平安時代には荒廃していたが、付近の少令院に従していた、天大宗の寺縁の援助を受けた法年が、上安五年にこの地に住み、吉水草安を建てて、浄土宗の教えを広め始めた。 小空などの弟子も増えていくと境内が狭くなり、次第に厨房、西の旧坊東の新坊の三坊に広げられ、研究年間には次元が、隠居所、吉水坊を創建する。浄土真宗の開祖となる親鸞も、県人元年にこの地に来、法年の弟子となった。なお、次元の兄は、法年の信者である関白、九条金座姉であり、親鸞は、 自縁のもとで得度しているという関係があった。しかし、県営元年に起きた上限の法難によって、法然は、土砂国、後には、佐抜国に流罪にされ、浄土州の一大拠点、吉水草案は大打撃を受ける。そこに、自元が、本格的に、吉水草案ならぬ、安陽寺の復興に着手しだし、比叡山から部財店を誕生して、弁天堂を建て、 安陽寺の鎮守都市、さらに境内に、ホッケ戦法を修する道場として、大仙法院を建立したため、寺勢は回復し、寺園は、吉水僧城や吉水大使と呼ばれるようになった。三号の寺園山は寺園から取られたものである。南北朝時代となり、自州の国和商人が、英徳年間二重職として入って、以後は、 自週十二杯の一つ、霊山派本山消防寺に属し、その末寺となった。自週に改修後は、十字は代々、網号を名乗り、成網、聖網など六つの立中すべてに、網がついていた。小高安聖網、長寿安左網、花、楽安十網、多福安成網、円寿安連網、多蔵安、源の網の六つがあり、六網、円山の六棒などと呼ばれた。 江戸時代には、六網それぞれが民衆へ席を貸す、貸し座敷を営み、その卓越した眺望と、林泉を背景に、鹿連敗、株遊園の名所地として知られた。明治に入るとなり網、連網、十網が合併して、成阿網ホテルとして、宿と料理屋を営み、特に外国人用宿として、海外でも評判を取った。これら達中も、 明治維新後の境内の監修や火災で姿を消したが、現在円山公園内にある料亭、左網は、かつての六達中のうち唯一残存したもの。弁天堂前にあった六棒の一つ、十網は、赤浪市が丸山会議を開いたところである。ありがとうございます。